はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はヘビーレイン、前回の続きからやっていきたいと思います。前回マディソンがね、ちょっとあわや危ないっていうようなシーンもいっぱいありましたけど、なんとか切り抜けて、パコだったかなとの話が終わったってとこで、マディソンが今後ろ歩いてるね。で、入れ違いで FBI が来たところ。そりゃ間違いないんだな。さすがに FBI のこうカード見せられたら何も言えないでしょ。名刺みたいなやつ案内せざるを得ないな。さあ、前回マディソンの方でちょっとやったから、この店の状態分かってるからね。こっちだったな、確か。そして過去が誰かと喋ってるのは、マーブルストリートのアパートのこと聞いてきて、 なんだろうね、折り紙殺人犯なのかな、ひょっとして。あ、でも借りてるやつの話してるから、アパートのこれは可能性あるぞ。犯人の顔がついに分かるのか。確かに俺がシャバにいられるのはお前のおかげだ。あの女に殺されるところだったんだぞ。頼まれたことは全部やった。誰と喋ってるんだろうな。早く姿が見たい。今行けば絶対あるでしょ。あ、なんか銃つけてる。おいおい、銃声が今聞こえたぞ。これ撃たれてるでしょ。なんか今かすかに銃声が聞こえたぞ。うわー、これ行ったら大丈夫なのかな。反応はない。でも今銃突きつけられてて銃声が聞こえたってことは撃たれてるでしょ、こりゃ。どうだ、いるのか。これやられてるパターンだよね。あー、これやられてるわ絶対。怖い。あー、やっぱり犯人は一体どこ行ったんだ。まあ、とりあえずこれで調べればいいか。まあ凶器は銃だろうけど。後ろ後ろ後ろ、気づいてる。あ、よかった、気づいてたけど、気づいてたけどやられた。逃がすかよ。これ犯人の可能性あるぞ。ちょっと久々のコマンド入力だからな、あんまりミスらないようにしよう。脱出させてたまるか、せっかくのチャンス。えらい強くないかこいつ。おお、ちょっとまずいまずい。よし、おら、いい感じ。あ、待て、刀はダメ。刀まずいって。刀はダメ。危ない、結構危ないね。危ねえ、まずい。切られたら一発。危ねえ、まずい。危ねえ、切られちまう。そう、マジで強いなこいつ。うわー、やられた。 FBI 大ピンチだ。おい、まずいよ。 FBI やられちゃう、刺されちゃう。ガハー、マジか、蹴っ飛ばしていけ方。逃がすか、ここで逃がしたら犯人が。あー、やられた。え、犯人えらい強くない。うわー、魚もいっぱい苦しがってる。頑張れ FBI、 犯人の姿だけでも。ここまで追い詰めたのにいない。わあ、もう全然どこに行ったか分かんない。今いた男はパコの知り合いか。悪いな、警官とは話さねえ。話さないだとこの野郎。いいか、よく聞け、チンピラ。説明している時間はないんだ。男はタコの知り合いか、イエスかノーだ。ジョン、あいつの名前はジョンだ。タコの知り合いだが、タコは頭が上がらなかった。ジョンってやつか。あ、そうか、オフィスにまだなんかあるかもしれないってか。見てこう。
とりあえずやっぱり追っかけてる人は前なんかお墓の方名前とか調べたあの時と同じ名前ってことか。なんか確かジョンとかいう名前言ってましたもんね。そうだ、この大事なグラサンを忘れたらダメだ。くそー、やられた。入力一つミスったからかな。ミスらなかったらもしかして倒せてたとか。さあとりあえず証拠というか、なんか何かないか手がかりは。わ、いっぱい見つかった。これはマディソン・ページ。ジャーナリストがここで何をしてた？ああ、マディソンの指紋残ってるんだね。で、他は？パコは成人とは程遠い。犯罪歴は電話帳並みだ。電話帳並みのさ、犯罪経歴ってすごいな。他にも何かあんのかな。下は？犯人は何かを探してた。他にも何かあんのか。あー、いっぱい何か出てきた。なんだこりゃ。45口径。これは関係ないのか。どうも関係ないな。お、なんかこっちにあるぞ。ああ、銃置いてったってこと？45口径、セミオートマチック。さあ他は？眉間の中央に銃弾、即死か。まあそりゃそうだよね。なんかこっちに光ってるけど、これなんだ？違うな。特に何も表示されないな。これか？ランの花粉。くそ、折り紙殺人鬼か。あー、やっぱ花粉飛んでるんだ。これは一体何だ？またマディソン・ページか。目撃者かもしれない。さあこれでマディソンもちょっとなんか捜査上に浮かんじゃったって感じかな。困ったよ。これは？あー、マディソンって出てるな、上にデータが。マディソンがあれ手に持ったってのもバレバレな状態だな。あ、ここにもなんかある。ちょっと待って。これは？これ今のは俺の銃か？もしかして。ああ、魚。かわいそうに。もう、じゃあここはないかな？とりあえずメガネも取り返したし、これでいいか。もう出てくしかないだろう。調べるだけ調べたし、とりあえずマディソンの指紋やらがいろいろ見つかってしまったってことぐらいか。見つけたことがなんか影響出てしまうのかな。早く出た方がいいな。ここ、容疑者は死亡、誰かに殺されかけた。方向性は間違ってないってことか。さあ FBI 捜査はどちらかというとなんかマディソンがここ来てたってことだけしっかり掴まれてしまったって感じでしたけど。わあ、しかし折り紙殺人鬼だと思われる人物を取り逃がしたのは痛いな。でもどうなんだろう、もう一回出会ったら勝てるかな。なんか結構圧倒的に強かったですよね、あっちの方が。まあ E さん、前回犯人からの要求に答えられなかっ
ったんで、まあもまあ手がかりがもらえなかった状態ですね確か。まあさすがにね、人殺し依頼されたけど、そうそうできるもんじゃないでしょう。できなかった。しかも迷いましたしね、最後は相手も子供がいたってことで。ショーンのために人を殺すはずだったのに。できなかったんだ。あなたは人殺しじゃないわ、イーサン。殺人事件はあなたのせいじゃない。私が証言する。それじゃ何も変わらない。ショーンを助けるしかないんだよ。え、何この雰囲気。ちょっと待って待って、これ YouTube 的に大丈夫なの。おっと、選択肢が出た。あー、これみんなにはまだ早いと言いたいが、私実況始めてもう3年ほど経ってるんで、行きましょう。作品的には多分こっちだと思うんだよね。さあこれからどうしよう。物語が進むのかこれで。まあ映画のようなワンシーンになりましたな。まあみんな多分ね、私がみんなにはまだ早いと思って×を押すと思ったでしょ。丸を押していくっていうね、逆をあえていきました。今回は攻めていったな、我ながら。まあそれでも心の中はみんなにはまだ早いと思ってはいる。まあでもまあ実際奥さんにはなんか殺人犯と疑われて警察に通報されてますからね。まあちょっと奥さんいること引っかかったけど、なんかちょっと裏切られた感もあるからね、若干。だからマディソンの方にまあ行くというのもまあ選択肢だったのかなと。あ、待て待て、さすがにこの学校で外出るのはまずいな。変質者で捕まってしまう。別の罪に問われる。さあマディソンには黙って、今のうちに着替えて出てくって感じなのかな。さあ行こう。なんかえらい服硬そうだね。なんか全然柔らかくなさそうだった。あの形を維持してたみたいな服だったな。大丈夫なのかこの服。あ、なんか手がかりないかな、手がかり。そうだ、まだ、ミッションは残ってる。最後の試練、レインボーレーン961。よし、これだ。これをクリアすれば、まだ可能性があるって考えていい。あ、待て、なんかいろいろ着ていくものを忘れるな、俺。まだ外出るにはちょっとねっていう感じなんだね。さあこれを着て、あー、落とした落とした。起きちゃうよマディソン。これは？ん？これ今のはマディソンのスマホっていうか携帯だったのかな。でもなんかイーサンの顔撮ってあったよね。気
気づくべきだった。今までずっと知らずによ俺は。どうなったの？どうしたの？俺は君にとって何だったんだ？聞いて、私ジャーナリストにしてはいい看護っぷりだった。イーさん、言おうと思ったの。でもどんな記事を書こうと思ったんだ？連続殺人鬼の思い出、それとも折り紙殺人鬼の足跡か、出版しようって魂胆か、それだけの価値はあったか？それは違うわ。私は。君は嘘をついた。初めから俺を騙し続けていたんだ。俺を助けようとしていたんじゃない。本のことしか頭になかったんだ。そうよ、私はジャーナリスト。あなたが失踪した少年の父親だということも知っていた。そうよ、記事も書きたかったわ。でも息子さんのためにどれだけ辛い思いをしているか知ったの。どれだけ息子さんを愛しているかも知った。真実を伝えたかったけどできなかった。怖かったのよ、あなたが信じてくれないかもしれないって。突き放されるんじゃないかって。私が望むのはあなたの息子さんが生きて戻ってくること。そして全てが終わった時、あなたのそばにいたいの。ここは許そう。だって今までのマディソンの行動を考えたらね、さすがにジャーナリストって本書きたいだけの人がね、あそこまでね、イーさんのためにいろいろ体張った操作をするかっていうのもあるんでね、ここは信じましょう。行くんでしょう。やっぱ気づいてるね。最後の折り紙だ。これでショーンの居場所がわかる。気をつけてね。あなたを失いたくない。まさかね、あのイーさんとマディソンが最後の方になってこんな関係になるとは思わなかった。二人で捜査に行くわけではないんだね。食べ物を買ってこないと。待ってて、10分で戻るわ。あ、一緒にやっぱ行くんだね。犯人はその辺どう思うだろうな。一人で来なかった場合とか、やっぱりちょっと違反だっていう風になりかねないのか、ちょっとそこら辺心配ですけどね。10分後とか絶対戻ったらイーさんいなくなってるぞ。俺多分ここはわかるぞ、間違いない。そんなおとなしくしている男ではないやつは。あ、マジソンを巻き込みたくないって思いから一人で行きそうだけどね。食べ物買いに行くっつったってどこに買いに行くの？この辺お店ある？自販機はあるけど、これかな。彼の息子を探さなきゃ。どこへ行けばいいかは見当がついてるわ。あら、そうなの？あっと、まずい。警察来てるやん。警察？ Dさんを探してる。奇襲をかけるつもりね。これはまずいぞ。まずいまずいまずい。電話か、いや電話なんかあったけど。何があったの？すごくないかい、テレビドラマみたいだよ。信じられるかい、折り紙殺人鬼がここの部屋を借りてるんだ。名前は偽物使ってるけど、顔はごまかせないもんね。いや、これはまずいぞ。早く、部屋番号は。あー、番号？番号覚えてない。これじゃないかな。違うわ。まずいまずいまずい。じゃあ一番上。あ、違うな、多分もう
一個したかもしれない。違うわ。まずい、まずまずい。電話のとこで、あー207やった。やっぱりね。まずいまずい。うわー、しっかりいるな。そこれどうやって、どうやって逃げる。おお、すごいぞ。まるで映画のワンシーンのようだ。さっきのあのここのオーナーのセリフじゃないけど、待て待て待て、どんどん隣に移動している。やばい。でもこっからどうやって隣の住人いるけど、これどうすればいいんだ。逃げれるか。わわわ、どんどん来る。こっち、どうする。上、よし、いける、いけるぞ。上に逃げたけど、そこからどうしよう。まだ来る。動くわい。逃げろ逃げろ。よし、いける、いけるぞ。あぶねえ。逃げろ逃げろ。まだだまだ。しかしいい反応したな俺、ボタン操作。あ、まずい。うわ、後ろに警察も来てる。どうするどうする。逃げろ逃げろ。後ろに、後ろから追っかけてきてるやつ。止まれるか。そらよ。うわー、ヘリまで来た。どうする。この状況じゃもう逃げるのが無理じゃないか。これいけるか。どうする。おしまいだ。膝をつけ、頭の後ろに両手をつけろ。落ち着け。逃げ場はない。お前は包囲されてる。ジャンプ。そうしました。まだ大丈夫、いける。連打だ。よし行くぞ。タクシー、タクシー頼む。うわ、結構離れたとこからちゃんと止まってくれってやったのに。あ、ちょっとどいてくれ。よし。おい、大丈夫か。危なかった。しかしこれでまた罪が増えた。罪が増えたというか、一つは疑いがかかってるだけだけど。はい、今度は探偵パートということで、今回はちょっと短いかもしれませんが、ここまで結構緊迫したシーンが続きましたね。なんかマディソンとのこうラブロマンスのような話があっての、そこからのなんかこう逃亡劇みたいな。はい、それでは探偵パート次回ここからやっていきたいと思いますんでね、皆さんまたよかったら見に来てください。それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。